皆さんこんにちは。非常識な教室系コンサルタント高橋孝子です。本日のテーマはいつも目標を達成できない方へ簡単に現実化する3つのコツをお伝えしますが本日のテーマでございますで、えーと。こちらのテーマを決めた背景があります。えー、と先日でですね、えー、と沖縄で えとマインドセット、えー、とリゾート、まあ、プログラムっていうのをですね、えー、開催して帰ってきてるんですね。でどんなあの講座だったかっていうとまずあのまあ いいろんんんな目標皆さん達成したいのがあると思うんですけど金額的にもねこういうふうな事業の目標を達成したいとかでそれをまあ達成するためのベースになるマインドですねまあマインドの本とか私書いているのでそのベースになるマインドを整えるっていうあの3泊4日の沖縄でやるツアーがあってで戻ってきた後実務あの感情とかマインドを整えた上で実務3ヶ月っていうそれがセットになった あのー、リゾート、えー、セミナーっていうのをねや,やりましてで実際に皆さんもすぐにそこでやってるうちからどんどん現実に落とし込んで変わっていく感じなんで今年1年いい感じになるんじゃないのかなっていうふうに思ってやったものを帰ってきてこちらの動画を撮ってるんですけれどもであのー、なんで、まあ、これねあのお話をしてるかっていうと、まあ、目標達成って ああのプロセスがありますでいつも目標達成できない人って、まあ、引っかかる3つの大きなポイントがあるっていうふうに私は思っていてそれはあのリゾートプログラムであの一緒にやったことによって見えたものがあったんです実感として。ははいなので今日は いつも目標達成できないって悩んでる人に、まあ、簡単に現実化する3つのコツ、まあ、他にももちろんいろいろあるんですけどあまり考えすぎないベースになるまずシンプルな3つの、ね、コツを今日はお伝えしていきたいというふうに思っております。はい、ということで、えー、本題に、ね、入っていきたいと思います。えー、とまずです、ね、目標達成するための 簡単に現実化を起こすことができる3つのコツって何なんだっていうこの答えを先にお伝えしたいと思います。まず1つ目は認知ですで2つ目が行動ですで3つ目が継続です、はい。この3つをシンプルにこなすだけでだいぶできることが多いんですよ。 で実際にそれを考えるときにすぐにブロックが出ちゃう方とかがいらっしゃるのでそのブロックをどういうふうに捉えて考えていくのかっていうこちらを、ね、あのお伝えしていきたいなというふうに思っています、はいじゃあね、一つ一つ解説していきたいと思います、えー、とまず一つ目認知です、えー、と認知認知っていうことはつまり自分の目標を自分が 自覚認知しないといいとけないんで,すよでこれっていや目標を決めてるぐらいだから認知してるじゃないですかって言われるかもしれないんですけれども確かに大きい目標ってあの決められるんですよね夢みたいな感じだから。でもそれは認知は確かにしてるんだけれども行動に落とし込むことができる理解としての認知がないと動けないんですよ。 次の二番目が行動っていうのが入ってくるから、で、じゃあ認知の仕方はどういう認知をしなきゃいけないのかっていうことと、なぜ認知が必要なのか、つまり認知イコール決めるっていうことなんですよ。で、これはあのいろいろね、もちろんエピソードがあって、あのまあ量子力学、量子物理学のね世界で言うと、そこにその物体があるというふうに <laughs>。 認知するから物体が存在すすることになります人がそこのものをあるというふうに認知するから物体で存在することになっちゃうんですよこれあのち,ょちょうどねあのリゾートセミナーで面白い案件があったんでエピソードでお話しするんですけど、えっと、最終日ですねみんなでパイナップルパーク行ったんですよ。パイナップルパークなんで当然パイナップルありますよね。 実際ににああったんですあったたたんんんでででですすすよよ班に分かれたんですよ、まあ、私の方の4人とも1台のカーでこう自動自動運転でねこう園内を回るっていうやつ私たちの班ってお花がすごい好きな人が多くて植物とかで「あこれすごいハイビスカス大きいね」とか「アンスリウムが」とか「白お大きい」とかそっちすっごい見てたんですよ。でパインナップルあったはずなんですよ。 <laughs> だけどパイナップルに注目してないからパイナップルあったことを認知してないんですよ私たち。で2番目こっちはパイナップルをすごい見てるからわさわさわさってなるパイナップル畑みたいなちょっと塊みたいなところにこうこうねポンってちっちゃかったけどあったよねたくさんっていうのがあのみんなで話をした時に「えパイナップルどこにあったの?」っていう世界になって。 私たち誰一人パイナップルをちゃんと見つけられてないんですよあの置物で作っているめちゃめちゃ大きいプラスチックのパイナップルは見つけてますよだけどその円の中に入っていて自動運転をして多分見てるはずの、まあ、ちょっと目立ちにくいあとでねあそこだっていうの分かったんだけどこうぼうぼうにこう、ね、葉っぱが生えている真ん中にちょんってあるパイナップルを私たち認知してないから見つけられてないんですよ。 だけど後ろの班はパイナップルパークだしパイナップルに着目してるからちゃんとパイナップル見つけてるんですよこの違いが認知の違いです <laughs> つまり私たちがパイナップルを探そうっていう目線で多分見ていればパイナップル探せてたはずなんですよだけど私たちはお花が結構あー珍しいねブーゲンビリアうんなんだろうあの紫色の花とかその 色の方に着目しちゃって喋っちゃってるからその時実は違うところにパイナップル見えてたかもしれないんだけど見えてないことになってるんですでこれってもう認まさしく認知で要はさっきのね量子力学の話とそうなんですけど全ての物体は人間がああるるるととするからそこにあるこにになるんですなので私たちパイナップルがあると知覚してないからパイナップルないことになっちゃってるですよ。 これも目標も一緒で目標をちゃんと決めるでそれによって認知するということになるのでまず目標を決めなくてはいけないんですよ。だけれどもあまりにも認知しづらい目標を決めちゃうと例えばそうですねじゃあお金で言うと分かりやすいから1年後に10億円稼げる億万長者になるって言ったら認知 できない感じじゃないですか <laughs> どうやってやっていったらわからないとかあまりにも大きすぎてエソラ事になっちゃうこれポイントなんですよエソラ事だと認知してないこととほぼ等しい感じなんですよなんかなったらいいなそうなったらいいなっていうもちろん認知しないよりはいいですよだけど大きすぎちゃうとその目標をより細分化して手前まで持ってきて 動ける一歩のちっちゃい一歩が詰める状態まで具現化しないといけないんですよだからスタートはまず認知ですだけれどもその認知を今度行動に変えなきゃいけないレベルの認知にしないといけないんです例えばさっきのパイナップルの例はあのパイナップルを探そうっていうふうに私が指令を出したらみんな絶対パイナップル探せてるはずなんですよ <laughs> 私も含めて探せなかったんですけどね <laughs> 私、うん、別にパイナップル見たいと思ってパパイナップルパーク入ってないですもんどんなパイナップルパークであのもちろんお花とかねそういうのもあって園自体がどういう行ったことがなかったんで園自体どういう園になってるのかなっていうその構造の方にあの興味があったんであの思ったより大きかったんです立体構造になってて上からこうだん,だん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 下がっていく。しかも出口付近にはあの お酒の上流所みたいなのがあってワインとかあのパイナップルのやつとかいろいろ売ってたんですよで時間配分間違えちゃっておそれももうちょっと見たかったなっていうのを駆け足で出る羽目になっちゃったんですけどねでまあゆっくり歩きすぎて思ったより大きかったんですだからまあそれは余談なんですけどつまり私の認知の領域はパイナップルパークってどんな感じっていう目標で入ってるから。 ちゃんと達成してるんですよあ、こんな感じだったんだパイナップルを見つけることが私の目標じゃなかったのであの別に見たことあるしもっと大きなね本当に野生の畑のパイナップルもいっぱい見てるしそこに別に興味なかったんですよ興味がなかったんですよだから見えなかったんですここすごく大事ですはい。なので例えばじゃあ1000万円稼ぎたいっていう人は1000万円をぼんやり 考えたら目標達成でできないんですよ1000万どう稼いだらいいのっていうのは分かんないじゃないですか。だから行動計画に落とし込めるようにまあ、次の、ねまあ、2番行動が大事ですよっていうための今認知の話ちょっと長くなっちゃってるんですけど1000万稼ぐためには、まあ、約80万ですね80万毎月稼げばいいんですよ。で80万って どう稼稼いいいいだらいいのっていろんな稼ぎ方あります80万円の口座作って1本売る稼ぎ方もあるし1万円の口座作って80人に売るっていう売り方もあります40万円の口座作って2人に売るっていう売り方もあるし80万円ってバリエーションすごい豊かですじゃあ、どれが自分にとって向いていてどれだけお客さん集められるか高額の人を集めるのか安くて大量に集めるのかここでまた選択肢が出てきますよね。じゃあ私は あの20万円ぐらい4人やりたい、なんか20万円ぐらいならできそうとかって言ったら、じゃあ20万円の商品どう作るのって言ってで、20万円の商品、こんな商品作るで、それはこういう人ならきっと買ってくれそう、自分の今、手持ちでそれを伝えることができる、まあ、リストっていう言葉は私はあまり好きではないんですが、リスト、お客様、顧客リストっていう人に言えば、買ってくれそうな人、もともと持ってるのか、持ってなかったら、そういう人、新たに作らないとダメなんですよ。 っていう次から次へと細分化することによって目標設定の階段が作られていくんですよ、そうすると結局、認知からスタートするんだけど、まあ、これは一番未来のいい状態だったとするんですがそこから細分化して分割して今の手前まで持ってくる必要があってこれが未来から現実を引き寄せるっていう感覚です、行動が伴いますから。 じゃあ一番最初、何なんだって言ったらまず決めるっていうことでじ1000万円稼ごうって決めるこれがまず最初ですよねで。次に1000万円の稼ぎ方をどういう状態にしたいのかっていうのを決める、さらに細かく決める細分化して決めるで最終的にどうなっていくかっていうと1000万を稼ぎたいがゆえに口座をどう作るか。 ということは誰にどんな教室として存在するべきなのかっていう誰っていう人をちゃんと決めることこれがスタートになっちゃったりするんですよね。まあ行動いろんな行動ありますよ調査とかね、えー、と現状のじゃあ例えば料理で行きたいって言ったらその料理同じ業界のえ他社研究とかになっていくかもしれないしこれはだからその行動の部分になるんですよね。はい だから認知すするるそして行動するでここで邪魔になるのが既成概念とかでも、それはとかっていうあのシンプルに今私、私流れ作ったじゃないですかこれ、どんな場合でもシンプルに流れて本来は作れます。すすすべべててで でそれがうまくいかない人ってこの認知から行動へのところに自分の今までの過去の経験とか失敗の経験とかバイアスが勝手にかかっちゃってるケースが多くて行動できないケースが多いんですよ、ここの隔たりがすごく多いです認知はできるけど行動できない人が圧倒的に目標達成できません細分化してないっていうのも大きな要因ですけどねで私はほとんど思ったことは全部できてます。 なぜできてるかっていうと認知と行動がいつも一緒だからでですすすこれすごくシンプルな話な話んですよで今回の、ね、沖縄でもそれを感じたのでその例をね2つお伝えするんですけどまず一つ目は私、まあ、サックスをねライブとかでもやってるんであのサックスやってるんですよ。で沖縄のリゾートセミナーにもサックス持っていきたいな。場合によっては、まああの 部屋でうまく消音設備つければ部屋でも吹けるかもしれないし何しろ海をバックに青いエメラルドグリーンの海ってここらへん行ってもそんなないんですよ白い砂浜もないんですよそんなに、まあ、あるんですけどねあるんですけどその沖縄みたいなこの広いところでやりたかったでそれをバックになんか動画撮りたいなと思って <laughs> そ,うそれをまず 動機としして認知したんですよ私が決意をしたっていうことでね。で認知をしたのでそれを、まあ、あの具現化するためにどうするのって言ったら私まずホテルに聞いてますね部屋では吹けそうか一戸建てになってるのかどうなのかっていう確認とあとはその迷惑ならなさそうかっていうこととあとは海で吹いても大丈夫かっていうね。 一応海はね、すぐ OK 出たんですよ、前にそういう方もいらっしゃったんで、あじゃあ大丈夫だ、海は。部屋に関しては、あのー、特に、まあ、音がすごく小さいんだったら、ねまあ、サックスなんでって言われたんで、小音とか持ってって、音うるさいなと思った瞬間にやめようと思ってあ、それで持っていくっていうことは決意したんですよ。で、ここで多分、一般人的に障害になる話ですよ、はいや、重たいし、荷物いっぱいだし。 持っていくのやめようかな楽器壊れたら嫌だしとかねまあまあそれは考えてもいいですよやめてもでも私は沖縄で吹いてみたかったんですでその目的を達成するために持っていくっていうことは変わらないんですよじゃそのためにどうする重たいんだったらもう宅急便で送ってしまえっていうことにしました で宅急便で送ると重たいっていうことはあれですよね、まあえー、っと送料かかりますよ、沖縄だから4000円ぐらいかかります、往復だから8000円かかります、それをしてでも持っていきたいのかっていうことが今度、金額との兼いになるけど私はやりたいっていうから8000円いいやと思ったんですよで、これッ OK ですよねで、壊れるかどうかっていうのは、えー、っとかなり頑丈なケースを持ってます。さらにににそれぐぐるぐる巻きにして エアパッキンみたいなのして貴重品壊れ物して言って送ってて送るんですよこれは実際にライブで宮崎とか行く時に送ったやり方と一緒、まあ、北海道に送った時もそうなんですけど飛行機使う時もう持ち歩き嫌なんですよだからもうその,あの経験値があったから大丈夫と思って送ってますそしたら手元にもうサックスがあるからあとは現地でやるかやらないかを決めるだけなのであのやるって決めたら それにふさわしい状況を調べて調べて整えればかなっちゃいますこれだから目標ってほど大きな話じゃないけど私は沖縄で吹きたいってかなった以上っていう感じなんですよでそこで重たいからやめるいや送料かかるからやめるそれは自分が願うものとの対価として払うのにいいかどうかをご自身で判断していただくってことになるんですがやりたいが一番の目的だったらお金は払えばいいっていうことになるしあのー、ねその 適切な処置をして運送すればいいだけの話になりますからね、うんはい、これがまず一つですでもう一つは、えー、ツアーの内容がすごく良くってみんなすごい生き生きとねあの最後感想とかもいただいてあの語ってくださったんですよ でその時に来年も来たいねっていう話があったんですで私も今回はお試しのツアーだったんで来年やるかどうかを確かめるために今年をやったっていう形だったんで皆さんがそういうふうにリピートしたいんだったらじゃあリピート割も作ってやりましょうかって言って新規の方とリピートの方と両方あのやるっていうことにしたんですよねでそれを私も決めたんですよ来年やろうっていうのを決めましたそうするとやるっていうためにどうすればいいのかって言ったら えと日程を決めればいいだけなんですよ、日程で、1月っていうのはもう確定してるんですで、どこの日程がいいのかなっていうのを、他の用事がもう入ってるのが分かってますので、その他の用事に比べて、どのあたりに入れ込んだらいいかって言って、日程を決めるだけなんですよ、で決めました、実際にね、で日程を決めて、それをじゃあ来年こうしますっていうのを伝えたんですよ。そしたらえ来年の日程って 今決められるんですかって一人の人から言われたんですうんうん決められますよねだってまだ来年の日程その辺り白紙だから入れ,ば入れればいいだけじゃないですかだからそれで最悪人がもし集まらなかったら潰せばいいんです集まればやればいいんですだから日程決めるのが先なんですよねで確かにその時にじゃあ私に あの不慮の事態がね起こったらとか何かあったらとかいうこととかがあって決められないっていうふうに思ってるのかもしれないけどいやそれはその時に考えるんです今はできるしカレンダー空いてるから日程入れるだけでリピートしたいです来たいですで私は日程用意するもうそれで叶うじゃないですか <laughs> だから決められない人って じゃあなんでそんな先の日程がわからないから決められないというのは分かりますよ子どもの行事があるからという人は無理かもしれません私の場合には別にそういう状態ではないから入れさえすればそこを開けておけばいいだけの話で人が集まらなかったら潰せばいいだけの話なんで一旦は入れるっていうことはできるだから私全部入れられていくし全部できていきます。 それが認知あって行動があるっていうここが割と素早い人は全部その場で即断即決していけるので秒で決められるっていうのはあのそこにを決めればそれに向かった現実化をするためのものが見えてくる、まあ、だからさっきのパイナップルが見えるっていう状態なんですよ。ねこの状態をしっかり作り込むことができないからみんな認知がぼんやりすぎるから。 目標達成いでできないんですよシンプルです認知と行動は大体一緒でそこが早ければ早いほどすぐに現実がやってくるっていうことですだから来年の日程決まったんですよもう私が決めたから以上って感じですもちろん持ってるとか手配しますよ手配するけど1年間あれば大体どこでも手配できますはい飛行機だってまだね発売前だったりとかすればど,どうにでもなる感じなんでこの タイムラグをきちんと取ることができる人は現実化するのがすごく早い人になりますなので2番目の行動っていうのは認知したものをどれだけ現実化具体化できる細分化できる行動計画に変えられるかっていうのがポイントなんで2番の行動はそこですほぼ認知と行動の速度が短ければ短いほど簡単に現実って叶っちゃいますだから秒,秒,秒レベルで叶うっていうのはそういうことです で最後、3つ目ですね継続,継続はこれね行動するす、ね、したとするじゃないですかで行動が割と長期的にわたって行動しなきゃいけないような目標を作った場合には目標を忘れちゃいけないんですよで、常にそれに向かって常にやり続けないとうまくいかないですよだから行動はできるんだけど一発屋で終わっちゃったら結局夢ってかなわなくてある程度、長期の目標だと絶対に継続っていう。 プロセスが入ってきてきしまうんですよね。でこれができてない人も多いです、瞬発的な行動力と思いついちゃった気持ちが上がっているときだけならできるんだけれどもっていう人は、長期目標は叶いにくいです、で継続するためにじゃあどうしたらいいんですかって言ったら、脳にその状態をちゃんと記憶させておかなきゃいけない、すり込みをしなくちゃいけない。 つまり目で見る視覚情報が必要になるということです、つまりまた認知になります、パイナップルを見ないと、パイナップルがそこにあるというのが分からないのと一緒で、目標を忘れてしまう人は、その目標が何だったかを忘れてしまう人は、忘れちゃうから、見えなくなっちゃって、できなくなっちゃうんですよ。ということは、すごくシンプルで、もうそんなの分かってるよっていう人ほどやっていない、紙に書いて、目に見えるところに置いておくっていう、これが結構必要になってくるんですよね。 で今日のメンバー3年ものとか6年ものとか結構長期目標を立ててた人もいたのでそれをもちろん忘れないようにして細分化する目標をするように動くために絵を描いた方がいいって言いました特に店舗を作りたいとかあのそういうサロンとかねそういうのも作りたいっていうタイプの人が多かったので下手でもいいからちゃんと絵描いてその絵を見ながらそれに向かって動いていくっていう擦り込み距離のすり込みですよね。 短くしていく。それやった方がいいっていうのは皆さんに伝えました。で、あの私の場合にはその象徴するものを買うっていうのをよくやって、それを常に目の前に置いとくようにしてやってるケースがあります。で、サックスやったの4年前からなんですけど、あのうまくなりたいって思った時にあの一つ買ったものがね、まあったんです。これかわいいでしょ？これクリスタルのサックス。まあ、いずれ。 ね、あのクリスタルのバイオリンガラスのバイオリンとかってあるの知ってるんですけどサクサ多分ないんだと思うんですがあのこれ吹かなくてもいいんですけどそのきれいにいい音が出せてる私の目標と象徴の、まあ、メタファーというかあのアイテムとしてこれを買いましたスワロフスキー社の今ははあの廃盤になってるね。 やつでこれいつも机の目の前に置いてあるんですよ私仕事してるサックスの人じゃないんですけど上手くなりたいっていうからでこれを見るたびにサックスを綺麗な音色で吹いていこうがちゃんと擦り込みになりますでもう一個インクツボこれはあの、まあ、ちょうどねたまたま今日のネイルの色と一緒なんですけどたまたまえー、っと作家になるって決めた時にこのインクツボを に出会ったんですすよものでで作家さん,のんものでこの太陽みたいな感じと私の好きなエメラルドグリーンみたいなちなみにエメラルドグリーンとかはねあのこの間時計とかも手作りで特注であの実際に半年かかって作って納品された <laughs> あの時計があって今ちょっと鎖が絡まっちゃってちょっと待ってくださいねそれをお見せしようと思ってるんですけどどうやら私はエメラルドグリーンの色が。 結構好きみたいです、はい、こ,れもこ,れこれも今回沖縄の海に持って行ったんですけどこのネイルはこのデザインからデザインをしてもらったあのネイルです。これね、でまあたまたまなんですけどそれの前にもこういうインクツボを買っていたんですよ。ねこのインクつ でこれはどういう目標でこのものを買ったかっていうと作家になる本を書くだからインク入れてないですよもったいないからでそのインクで走らせてでこれ幸せな成功の象徴であったりこう人に、ね、心を明るくするようなそういう文章を書けたらいいよねっていう願いを込めてこれ買ってますインク壺っていう機能じゃなくて願いの象徴として買ってますまあまあ高い6万円 8万円なんか忘れれちゃったけどそれぐらいいののものを買いましたでこれをいつも2つ目の前に置いているからあのライブセミナーとか本格誌音楽パーティーやるしこれやりたいって言ったことを全部現実化してますだから思うのがまず先決めるのが先その道筋のための行動計画を細分化して作るそして動く継続する継続してますよ私サックスもずっと練習ししてるし 本も毎年書いてます。だから継続してます。だから目標を叶えるのって案外シンプルで皆さんがうまくいかない時っていうのはこの3つの出だしがまずうまくいってない人が多いのが一番多いです次に行動するための計画に落とし込みができてない人もまあまあ多いで最後継続だからこれが一気にできちゃってただ継続すれば叶っちゃうっていう。 イメージしかも叶えるっていうレベルで言うとさっきみたいに来年の計画いや白紙だし入れればいいじゃないですかなだけなんですよで私3年後とかにパリっていううちのメンバーとパリに行くっていう話を言っていて、まあ、日付も季節が6月がいいよねって言ってから6月だよねっていうのも理解はできているからそれを皆さんに伝えているであと60歳の時、えーとえー、と7年後にもう一回パリに行ってパリのエッフェル塔のところで。 サックス演奏して吹くみたいなねそういうのを決めてるんでそこに向かって着実に準備整えればいいだけなので決める準備するでそれでもう叶います現実としてだからあの思ってるほど難しく考えない方がよくてシンプルにやりたいことはやるって決めるそれをするためにどうするかを決める以上そして動くだけですねこれ動かない人も多いんですよや決めたけど動かないと いや、現実化しないからみたいな。待ってるだけだと無理だから、やっぱ引き寄せるっていうための、距離を縮めるための行動っていうのはどうしても必要になっていくので、そこはやってほしいなっていうふうに思っています。はい、今日はね、ちょうど沖縄から帰ってきたので、そこで感じた感想も含めてお伝えをしてみました。えっ、ー、と、本日のまとめをしたいと思います。いつも目標達成できない方へ、簡単に現実化する三つのコツをお伝えします。 1>, 1つ目認知すること2つ目認知したものを行動できるように細分化をして行動をすぐに動いていくこと3つ目その行動を継続することこの3つで未来がもう瞬間的に現実化していきますのでぜひあのいつもできないなという人はこのセオリーに沿って頑張ってみていただければいいかなとうう思いますのでぜひやってみてください。それでは。